はい、どうもお疲れ様です。12月4日月曜日朝6時の相場解説になります。まだね、相場の方動いてませんけども、見えるとこだけ見ていこうと思いますね。まずはね、今月あたりから下落が始まるんじゃないかなってことを警戒していただきたいと思います。これはね、週足の方を見てるんですけども、週足の方からファンダメンタルでの下落が始まります。テクニカル的に見ると、ここの頭をこう打ってですね、下の方に行くとも考えられるんですけども、この下落っていうのはやっぱりね、アメリカの金利がもうこれ以上上がらないよっていう、まあその宣言を結局あれですよね、FRB が、まあ、追認したっていうことと、あと日本の金利がちょっと上がりそうだよっていう観測を日銀の方が出しているってところですよね。まあこれによって相対的に日米の金利差が縮まって、今までのような円安傾向から円高の方向へ進むっていうことで、この下落が落ちていると言えます。これが本格化すると、この移動平均線を1本ずつまたいでこちらの方に出ていって、本格的な下落が始まるということになります。ここと同じような感じですよね。対局ではそのように見ていきます。それから日足の方ですね。日足はもうこれをね、下にまたいでしまって、テクニカルの色がちょっと濃くなってくるんですけども、まあ、下落に入りつつあるかなというところですね。で、今週は下落で、持ってよろしいかと思いますので、主にはね、今までと違ってセルで取っていくっていう切り替わりの月になると思います。で、4時間を見ていきます。徐々にね、私たちの利益を出すポイントに近づいてくるわけですけども、大きな下落でもって前回の値動きっていうのがありました。それが今ここで、形成中のね、陰線がありますけども、今日いきなり相場が始まった時には、これがどのような形で終わるかってことに注目していってもらいたいと思います。全体的にはほら、下落の山を作ってでしょ。はい、そして1時間ですけども、当然1時間も下落一辺倒になっております。特にここのもじゃもじゃからですね、大きく下の方に来まして、で、こちらがですね、どのように今後変化していくのかってことです。下を支えに上の方に行くのか、それとも改めて突き抜けるために下にエネルギーを向かわせるのか、まあ、これが今日の午前中見るところであって、もしね、抜けるようでしたらセルの方で今日から取っていきましょう。上の方にバウンドするようでしたら、これは移動平均線との関係がどのように、反応するかってことをね、見ていくところで、一手間余計にかかるっていうところになります。判断は以上でございます。それでは本日もよろしくお願いします。